うちはいわゆる大家族ってやつで、父ちゃんと妹3人、弟3人の8人で暮らしてるんだ。とにかくまあ大変だよ。飯時は戦争状態だし、洗濯とかもう量がえげつないんだから。でもさ、みんながいるから毎日楽しいんだ。だから私の一番は家族なんだ。私、魔王ひみか。早速だけどお願いがあるんだ。新聞配達手伝って。それが終わってから戦いに行くからね。これってあれだ、給料アップって感じ。違う、あんまいっか。ちょっとちょっと、なかなかなんじゃないの。私また一歩だね。これ商売と同じ、つまり積み重ねが大事ね。食材のまとめ買いは節約の基本。それ以外は一切食費を使わないのが絶対的ルール。そんで使い切ったらまたまとめ買いね。電気のオンオフなんて秒単位で管理してるから。うちは光熱費は節約の攻めどころだからね。水道もガスもギリギリまで絞るし。私が節約で一番大事だと思うことはね、ストレスをためないこと。何でもそうだけど、楽しまないと続かないからね。いいね、いいね。なんか、ポイントカードが溜まったって感じ。いい感じじゃない。こんな調子で、バイトの給料も上がんないかな。一生懸命働く父ちゃん母ちゃんを見てたから、家のことは自然と手伝ってたね。できることからちょっとずつ始めてけばいいんだよ。家のことについての先生はやっぱり母ちゃんだったね。とにかく見よう見まねで覚えて、そんでコツもいろいろと教わってさ、一生ものの勉強させてもらったよ。これから私が伝えていかなきゃね。おっと来たね、毎度どうも。ほんじゃ早速なんだけど。お、戦いに行くとかじゃなくて、内職手伝ってくんない？お願い。おはよう。こっちは新聞配達のバイトが終わったところ。はやー、疲れた疲れた。じゃあ朝飯の支度して出かける準備でもしようか。お昼ご飯、平日は給食だね。給食当番には森はがっつりでってお願いしてるよ。午後のエネルギーここで蓄えないとね。こっからもハードスケジュールで忙しいんだよね。家のこともあれこれあるし、宿題もあるし、魔法少女もやんなきゃだし。さーて、明日も早いし電気代ももったいないからさっさと寝るよ。寝れない？大丈夫、目つむってればいつの間にかグーだよ。新聞や牛乳の配達は学校も OK してくれてんだけど、それ以外の仕事は内緒なんだ。まあ秘密のサイドビジネスってやつよ。毎日がサバイバルみたいな感じでやってきたけど、まあここまではどうにかね。でも問題はこっから先、気合い入れていこうか。これってつまり私と戦うってこと？ふーん、面白そうじゃないの。1億円って言われても全く想像つかないね。つまり1円玉で1億枚ってことでしょ？あー、ダメ。1億枚がもう想像つかない。節約ってやり始めると楽しいよ。安い食材を探し回ったりするのなんて、ちょっとしたトレジャーハンティングだもんね。お金は生きていくためには必要だけど、それは家族と一緒に生きていくため。だから、私にとって最も大事なのは家族なんだ。
財布の中が小銭でいっぱいになると邪魔だから減らすって人いるけど、私は信じられないね。限界までパンパンにしたいよ。こう見えても私ってば長女だから、弟や妹たちの面倒も見なきゃなんで、一緒に遊んだりもするよ。それも全力でね。魔法少女の戦いは確かにシビアだけど、そういうのだから逆に感じるんだよね、ビジネスチャンスを。根拠？ないよ、勘だし勘。やばい、なんか感じるよ私、ビッグビジネスの予感を。よっしゃよっしゃ、一山当てて人生一発大逆転だ。大金持ちなんてもうゴリゴリだよ。でもね、小金持ちくらいなら大丈夫かもね。え、懲りてない？そうかな。時は金なり、さっさと倒すよ。シャリー、マイドアリー。まあこんなもんでしょう。負けられないんだよ。1円を笑う者は1円に泣く。そして1円に泣いた者は1円の大切さに気づいてあんまり無駄遣いしない。これ私の言葉ね。